沖縄に動画で伝える求人サイトが誕生。その名はプロジェット。気になる企業を動画でチェック。今すぐプロジェットで検索。的場 TV レディオ。はい、今日も始まりました第14回目の的場 TV です。的場 TV とは、まっすぐ夢に向かってひたむきに頑張る方々を YouTube とラジオを通して応援していこうという番組です。メインパーソナリティの佐久本健太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アシスタントでしめです。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。佐久本ちゃん、はい、僕がですね、最近、まあ、ラジオもだんだん慣れてきまして、はい、で、はい、思うんですけど、はい、なんだろう、あのいろんなことをチャレンジしたい願望があって、でそのチャレンジって何かってあった時に、はい、あの FM のハさんも含め他局も含めてですね、はい、あのいろんなラジオにゲスト出演したい。大事なとこ感じていろんなところにゲスト出演したいってことですね。ゲスト出演してみたいと思って、はい、誰か呼んでくれないかな。ああ、我々を、はい、うちの番組に遊びに来いよと。そう、あ、来いよじゃない、あ、そうですね、来いよですね、はい、はいはいはい。で、まあ、うちも撮らせてもらって、はい、まあ、そうできればなと思って、うんうんうん、で、何をやりたいかって言ったら、はい、あのとりあえず番組広めたい。そうですね、はい、まあ、言ってもまだ14回目ですからね。そうですよね、ま、はい、あ、まだ14回目なんだ。まだ14回目なんですけど、収録撮りすぎ、うんうん、だってもう収録して放送されるのって1ヶ月後じゃん、はい、長い、忘れた頃が来るから、まあ、まあ長いですよね、うん、まあでも、まあそんなさなかね、まあ、YouTube の、動画アップもね、まあ僕頑張ってるんで、うん、あ、最近頑張ってるよ、ね、はい、もう本当にありがとうございます。最近本当にパパーンって作っときながら、はい、SNS で上げないよね。そう、YouTube で上げてちょっとハマっつって、はい、あ、まあいいんですけど、それもまだシェアしていきますね。はい、どんどんシェアしていきましょう、はい、じゃあ、あの他の番組もね、あのうちら、あのまとも TV 出してやってもいいぜっていう方はぜひご連絡よろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではこの番組の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、個人中小企業の強みを売り上げに変えるブランドプロデュースの的場クリエイト沖縄の提供でお送りいたします。はい、というわけで石見さん、はい、今回ですね、はい、あの素敵なゲストさんが来てくれております。ありがとうございます。はい、もう来てほしかったんです。来てほしかった。僕は本当に来てほしくてですね、佐久本にお願いしたんです。ぜひお願いします。石見さんが直接オファーをもらったんです。なるほどね。それで佐久本が連絡していただきました。あ、はい、本当に来てくれて、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。はい、まあ、いろいろ話を聞きたいんでしょう。はい、はいはい、では今回のゲストさんは、元ギャルソン沖縄株式会社の大坪康夫さんに来てもらいました。ありがとうございます。こんにちは。よろしくお願いします。お父さん本当にありがとうございます。いいえ、来てくれてありがとうございます。こちらこそね。はい、はい、自己紹介を軽くラジオの聞いてる方、 YouTube 見てる方にお願いしてもよろしいですか。はい、私はですね、58号線の、はい、宜野湾市大山の、でですね、アメリカ製のオートバイのハーレーダビッドソンというのを、はい、売っております。はい、はい、あのハーレーの社長さんで、はい、そうです。いらっしゃいます。はい、めっちゃかっこいいです。国道沿いにね、あのバイクがわーってすごい並べられてる、うん、あ、そうですね、かっこいいお店のハーレーさんですよね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、そんなね、あの、うん、ハーレーさんですけど、僕何回か遊びに行ったことがあって、そうですね、はいはい、そのご縁が、はい、今のラジオにも大坪さんに来ていただいてるってことなんですけれども、はい、うん、僕ね、また不思議なご縁で、はい、ハーレーさんが最近ね、カフェをはい、オープンされているっていうことで、うん、そのお店のすぐ隣なんですけど、うん、そのハーレーカフェのオープンを僕が手伝ったっていう、そうですね、手伝いさせてもらったっていう、なかなかない経験だよ。本当に。そうそうそう。で、まあそんなさなか、お父さんをはじめ、いろんなスタッフさんとね、うん、仲くさせてもらって、はい、まあ、僕もたまにコーヒー飲みに行かせてもらってるっていう、うん、ご縁なんですけれども、はい、ハーレーもう扱ってるってことなんですけど、うん、僕もね、その大坪さんと出会う前とか、はい、ハーレーさんと出会う前って、うん、ハーレーって言っても僕ら届かないぐらいの、はいはいはい、オートバイなんだろうって思ってたんですけど、うんうんうん、実際、まあ、そんなこともなかったんですよ、実際蓋開けて、はいはい、金額って今どのぐらいから買えるんですか。僕みたいに思ってることも、ね、多いと思うので。そうですね、はい、うちの場合だと新車から中古車までやってますので、はい、安い中古車だとね、50万ぐらいから。50万ありますよ。安っ、はい、これもちゃんと大型の、大型です、はい、うん、はい、そうです、そうです。
50万ってなんか夢のハーレー50万で買えるってなかなかすごい世界ですね。ね、うん、あの思ってた金額より安かった。だいぶ安かったですね。そうでね、金、まあ、車両本体の金額も、はい、まあ、そんなにしないんですけど、はい、あのうちは結構あのユニークな買い方が少しあるので、はい、あのお求めやすさで言うとね、あのかなりお求めやすいと思います。へー、はい、で、あのちなみに上の、うん、トップの金額って大体どのぐらいなんですか？トップはね、大体ね、はい、600万ぐらい。600万、うん、へえ。どんなバイクなんですか？ね、一番やっぱ高いやつっていうのはファクトリーカスタムって言ってですね、はいはい、まあ既存にある、普通の車両を、うん、ハーレー自体がカスタマイズして出してる車両になります。あ、うん、あ、じゃああれか、日産とかでいうとニスモみたいな。そうね、うん、ニスモみたいな感じなんだけど、はい、もっと結構ね、スペシャルな感じがしますね。あ、じゃあ普通の標準の車両にさらにいろいろと、これオーダーもできるんですか？そういう風にカスタムしてくださいみたいな。いや、はい、オーダーはできなくても既製品になるんですけど、はい、ただやっぱその車両にしか付いてない部品が付いてたりとか、あとは一番やっぱり突筆なのがカスタムペイントで、はいはい、普通ね、車とかオートバイって全部こう工場で塗られてるじゃないですか、うんうん、じゃなくてね、手塗りなんですよ、それ。手塗り手塗り、要は職人さんが一つずつ、はい、マスキングとかして塗ってて、はい、で、結構ね、同じ車両でもね、微妙に来るやつによってちょっとなんていうの、ラインの入り方が違かったりとか、はい、ちょっと色の違いがあったりとか、はい、そういう手間がかかってる、カスタムペイントがされてるっていう。すごい。あれ、じゃあもう手塗りって、まあ、手塗りってすごいですね。そうで、もう1台しかないってことですね。そう、そうですよね、うん、はい、だからまあ一応そのスペアパーツとかで同じ色の 部品とかも頼めるんだけど、はい、まあ、ちょっとね、来たら、あれ前と違うぞこれみたいな若干あれちょっと違うけどまあいっかみたいな、うん、うん、そういうノリの感じですねそれもやっぱり人の手ですからね、もうしょうがないというか、しょうがないし、それも味といえば味ですもんね、うん、これちなみにどんなお客さんがお買い求めて多いんですか？全体的にですか？あ、そうですね、まあまあ、大体ね、オートバイ好きな方とかも多いんですけど、はい、やっぱハーレーってまあ一つのブランドなので、うん、まあ、洋服とかね、いわゆる格好から、まあ、身につけるアクセサリー、それから家に置く小物とかね、うん、オートバイだけじゃなくて、その生活にもこう、はいはい、なんていうのかな、密着できるというか、うん、そういう感じがあるので、はい、まあハーレー乗ってる人ってやっぱりね、パッと見てなんかそれっぽいっていう感じあるじゃないですか。あ、ぽいぽい、なんかわかります、うん、ぽさが出てます、ぽさが出てるじゃない、はい、だから感じがやっぱり好きで、はい、それってまあハーレーに限らずアメリカンのちょっと古いアメリカンな雰囲気が好きな人が多いかな、やっぱり。やっぱ経営者の方とか多いんですか、うん、そのオーナーさん。まあまあいますね、結構ね。でも、まあ、経営者だけじゃなくても、まあ、普通に会社勤めの方とかも。会社勤めの方もね、結構ねいますよ、はいはい、なんかね、ハーレーって言ったらその結構そのすごいお金持ちの経営者の人たちが乗るものなのかなってずっと思ってたんですけど、うん、もうそう、なんか果たしてそうでもないですね。そうでもないね、うん、ただやっぱりある程度遊びのものなので、はい、時間に余裕ある人が多いのは確かですね。あ、うん、確かに、うん、もうせっかくいいもの買っても忙しくて乗る時間なかったらもったいないですもんね。そうだからね、うん、今日も今日から、はい、うちの店長と、はい、それからお客さんでね、アメリカにツーリング行ってんですよ。1週間で今日、まあ、今日は収録が今日9月12日なんで、はいはいはい、今日からアメリカに、今日からアメリカにツーリングに行ってますあ、そのいつもハーレーさんに来てくれるお客様と一緒に、うん、そうです、ツーリングに行こうよっていう。そうです、まあ、オートバイはね、うん、向こうで借りるんですけど、
すごい。それ横断とか縦断とかですか？そうですね、まあ、横断までいかないけど、はい、1週間あるので、まあ、結構走ると思いますね。うわーめっちゃかっこいい、うん、そういうのしたい。楽しそう、楽しそうですよね、うん、で、まあ、やっぱりそのね、お客様もやっぱ夢は、はい、アメリカをこうバイクで走ってみたいとかっていうお客さんも結構いらっしゃるので、うんうん、やっぱそういうのをねお手伝いできれば、はい、我々もいいかなと思って、うーん、いやもうこれ一生の思い出ですよ絶対。もうそうだから、まあ、売ってますね、うん、まあそうですね、はい、うん、あすごいな。じゃ、今日ですね、僕が中間曲を選んできたんですよ。あ、これ佐久間ちゃんが選んだ、僕が選んだ僕が選んだ中間曲。そうなんだ、知らなかった、はい。で僕はすごいロックとか好きで、うん、ミッシェルガイエルファント、うん、昔活動してたミッシェルガイエルファントが好きで、その中の、まあ、GT400 っていう、うん、すごいのバイカーとかが乗っていくみたいな、そういうイメージの曲を、うん、すごいハーレーさんとかに持ってたので、うん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 、ちょっといいですか。あ、いいですよ、はい、じゃあ中間曲いきたいと思います、はい、ミッシェルガイエルファントで GT400 マトバ TV レディオ。今回のゲストさんは、元ギャルソン沖縄株式会社の大坪康夫さんに来ていただいております。では後半もよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。大坪さんですね、うん、ハーレー、はい、ハーレーダビッドさんの沖縄の方の、うん、まあ、社長さんということでいらっしゃるんですけど、はい、その創業当時の、うん、まあ、どんな思いで創業されたとか、ちょっと苦労されたこととかっていうのと、うん、エピソードがあればもし。そうですね、はい、よくね聞かれるんですけど、はい、僕自身ねあんまり苦労したっていう気はあんましてないんですね。あ、そうなんですか、うんうんうん、はい、ただ大変だったなっていうのは、はい、やっぱりお店始めた頃はあって、うんうんうん、でまあもともとそのこっち来て縁があってちょっと、はい、大山でお店を出すことになったんですけど、うんうん、もともとのねハーレーの販売台数ってあるじゃないですか、はい、あれがね年間ね10台ぐらいだったんですよ沖縄で。そう、沖縄県で年間10台、はい、でまあもうちょっといけるんじゃないかと、うんうん、僕思って、はい、で全部ねその大体ね20台ぐらい年間販売台数20ぐらいで考えて、はい、やってたんですよ、はい、したらねお店開けたらね開けた月にね10台売れて、何したんですか。いや何もしてないんだけど、はい、なんかねやっぱりそのなかったので、はい、しばらく5年ぐらいなかったのかな、はい、あれの販売店が、はい、だからもう、ま、待ってましたとばかりに来ていただいて、はい、で自分一人でやるつもりだったので、はい、もうね最初のね3ヶ月間ぐらいは寝る時間がね2時間ぐらいでした販売もして営業もしつつ整備もしてその広報活動もしてっていうことで、いやもうそこまでできなくて、はい、まあ、昼間お店開けてるので、はい、7時までお店開けて、はい、で、まあ、その間に販売とか、はい、あと整備の受付したりとかしますよね、はい、でお店閉めてから整備始めるわけですよ。ああ、うん、なりますよね。そうなりますよね。そう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 、はい、でまあその他ね書類関係伝票とか作ったりとかして、うん、やっぱなんかね倉庫してるとね3時とかになっちゃうんですよ夜中に。あ、もう集中してるんじゃないですか、うん、そうでね、はい、それでまあバイク売れてるので、はい、朝ね陸軍局にね登録に行かなきゃいけないんですよ。あ、そういうのもありますよね。そうで、うん、陸軍局が、まあ朝7時から開くので、はい、だからもう6時半ぐらいには、うん、お店来てでお店出てバイク積んで、はい、陸軍局の前で開くの待って、はい、で登録してで10時のオープン前には帰ってきてお店開けてみて、これがね毎日3ヶ月間ぐらい、うわー結構過酷ですね。いやね、はい、ちょっとね死ぬかと思いました。もう来てたんだ。ちょっと死ぬかと、それは死ぬかと思いますよね、うん、でもやらないわけにいかないので、はい、まあ苦労というよりも大変でした。大変ですよね。それもう苦労を通り越してますよ。で一応スタッフさんをじゃあこれはいかんぞとなってスタッフを集めなきゃってなったんですか。集めなきゃって言ってね、はい、もうやり始めてね1ヶ月ぐらいで、はい、入ってきてくれた子いたんだけど、はい、もうねあまりの大変さに、はい、もう1週間ぐらいで来なくなっちゃうのね。
だからもう3ヶ月ぐらいはね、ほんとそんな状況で、はい、で、まあ、ちょっと落ち着いてきたぐらいから、まあ、スタッフが入ってきてみたいな感じですね。あ、でも最初はやっぱり一人で始めようって言って、そのもうなんか意気込みというか、それもすごいですね。いや全然ね、そんな感じじゃなくて、うん、はい、あのゆるさっき言ってたみたいに、まあ、20代ぐらいレアいいかみたいな感じだったからちょっと緩めに考えてたんだけどでもその月で10代売れちゃったし、もう半分達成しちゃったみたいなあ、すごいな。もうやっぱりそのいろいろあの、まあ、こうやって創業されてきて、スタッフさんもどんどん増えてきてっていう、うん、ところを、まあ、通ってきてるんですけど、あの、うん、なんていうんですかね、今はお、まあまあ、あの僕もお店遊びに行かせてもらって、はい、結構スタッフさんも多くいらっしゃってて、はい、今はもうどんな感じですか、落ち着いてるなっていう、その大坪さんが描いてたような感じの働き方っていうか、うん、そうですね、はい、あのやっぱりあのちょく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 考え方は変わっていくので、はい、まあ今がベストというふうには思ってないんですけど、はい、はい、うん、うん、もっともっとね、まあ、働きやすさだったりとか、あとは、うん、まあ給与の面だったりとかね、うん、そういったところも含めて、もっともっと良くしていきたいなとは思ってますね、うんうんうん。ちなみに今って、うん、もうこの創業当初と比べて、うん、もう年に何回、あ、何台ぐらい売れてるっていうのはなんか上がってますか、うん、販売台数。販売台数、まあでもね、結構横ばいだね、うん、そんなに変わってはいないですね、販売する台数はね、はい、年間の、うん、でも平均しても20台とか前後とか、それは月月、いやいや、そう、ね、年間だと、年間だとね、大体ね、100ちょっとぐらい。ああ、そうです、100ちょっと、うん、今100ちょっとぐらい、はい、うん、へー、そのやっぱオーナーさんが自然とお店に集まってくるんですか、うん、そうやってか、あの買って、またいろいろ乗ってきて、まあそうですね、はい、あとは今だとやっぱりの新しいモデルに乗り換えてくれるお客さんとかも、まあ、結構いるし、はい、まあ、新しくユーザーになっていただける方もいますし、はい、って感じですね。あ、うん、そうなんですね、うん、そうか、乗り換えるっていう選択肢もありますもんね。そうですね、ただ僕なんかは今その、まあ、もちろん車両は、はい、新しく乗っていただく方を増やしていくっていうのは、はい、まあ、もちろんなんですけど、うんうんうん、やっぱりその、まあ、ハーレーを持っていただいた後の楽しみ方とかね、あとは充実感とか、うんうん、まあ、そういったのをより多く提供できるようにしていくのが、まあ、これからかなというふうに思ってますけどね。うん、ハーレーさんレンタルバイクも始められてますね。あ、そうですね、はい、はい、今年の2月からハーレーのレンタルも始めて、はい、で、まあ、やっぱりいろいろ例えば置き場所だったりとか、うんうん、それからまああとはね、沖縄なのでやっぱね、サビとかが結構あるんですよ。塩害がすごい気になりますよね。そうそう、だからそういうのとかがあって、はい、やっぱり持つのを躊躇される方とかも結構いらっしゃるので、うん、はい、そういった方向けにね、レンタルで好きな時に乗ってもらって、うん、そういうの気にしないで乗ってもらう、ただ、うんうん、楽しみ方は一緒なので、はい、そういった形でより手軽に楽しんでもらえるといいかなと思って、はい、レンタルを始めました。あ、いいですね、はい、僕欲しい車はロードスターなんですけど、うん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 、で今もね、そうそう購入に行ってるんですけど、うん、ロードスター一回借りたんですよ、うん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 、レンタカーで、うん、買おうってなりましたもうそれで決心つきました、買おうとね、はい、だからそのハーレーさんのレンタルバイクでも乗ってみて、やっぱ気になる方って来るじゃないですか、うん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 、乗り心地とか、うんうん、まあ、試乗もできるとは思うんですけど、うん、買おうって絶対なりますよねそうね、あとはやっぱり沖縄ってオートバイ一年中乗れる場所なので、あ、そうですね、うん、はい、で、はい、やっぱりその観光で来てる方とかにも、うん、ね、よりそういうバイク乗ってもらって、うんうん、違うその沖縄の良さというかね、はい、そういうのも知ってもらえるといいなと思ってやってますけどね。いいですね、沖縄だともう11月ぐらいまでもまだ涼しいぐらいですからね、うん、そうですね、うん、あ、そっか、じゃあ我々も大型免許取った時には、はい、ね、は、ね、大型免許からですか、大型免許そうですね、大型免許からなんで、はい、僕も原付しか持ってないだけどあれですよ、ハーレーさんは、そう、普通免許でも乗れるトライクって、あ、そうです、三輪のやつもありますね、はい、レンタルでもやってるので、はいはいはい、まあ
あのマニュアル免許限定なんですけど、あ、持ってます、持ってます、うん、はい、あのマニュアル免許持ってる方だったら四輪免許で乗れる三輪車のトライクっていうのがあるので、はい、ギアチェンジってど足ですよね。足です、足です。普通のオートバイと一緒なので、はいはい、あの車と逆か、はん、あの手がクラッチで、はい、でギアが足。大丈夫ですかね、ちょっと怖くなってきましたよ。あ、大丈夫です、あの僕が運転するんで何も言わずそのままカメラだけ持ってきて怖っ。あ、でも本当撮りたいね、はい、だから今度またお邪魔してトライクの動画を。そうね、はい、あのそういうのも面白いと思いますよ、はい、うん、その時はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますやったあのそろそろあのエンディングに向かっていくんですけど、はい、大友さんにとってあの、うん、お仕事って何でしょうか。仕事って何か、まあ僕の場合やっぱり好きでやってるので、はい、あんまりねこのなんか仕事っていうこの括りが意外となんかないような、うん、感じかな。だから、まあ、仕事としてやってはいるんだけど、はい、意外とこう自然にしてるのがそのままみたいな感じがあるので、はい、まあ、仕事っちゃ仕事なんですけど、うん、そこまで仕事っていう括りで考えてない部分もありますね。なんか自分のやりたいことやってるっていうだけで、はい、それめちゃくちゃかっこいいですねやりたいことを、まあ、それの中でもいろいろやらなきゃいけないこととか大変なこともいろいろあると思うんですけど、うん、でも総じてこれがやりたくて楽しいことだからっていうその延長線上に仕事としてはある。まあそうですね、うん、うん、いやかっこいい。いやいやなんか僕もそういう仕事の仕方とか、うん、したいなって、うん、すごい思って今こういうね、はい、自分で仕事したりとか、うん、ラジオやったりとかっていうのがあるので、はい、参考になりますね。はい、はい、じゃあ次なんですけど、このまとまTVのラジオ番組でいつも、うん、お聞きしていることなんですけど、はい、これからの大坪さんの夢目標があれば教えてください。そうですね、特に今ね僕夢っていう夢あんまないんだけれども、はい、ただまあ強いて言うとやっぱりそのさっきの仕事として楽しんではいるんだけれども、うん、まあ、今うちにいるスタッフとかがね、まあ、楽しくというか、はい、自分たちが成長できるような、環境になっていくっていうのが、うん、まあ、僕のそう夢って言えば夢かなと思いますね、はい、うん、でもさらに働きやすいより楽しい職場作りをなんか目指してっていうそのお店作りっていうところ、ね、そうですね、お店作りというか、まあ、会社作りというか、うんうん、まあ、スタッフが成長できる会社になれたらなと思います。なんか僕もこれから大坪さんといろいろお話させてもらったりとか、はいはいはい、またねお店の方にも遊びに行かせてもらって、うん、はいろいろ経営のこととかもそんなに教えていただけたらなんか大したあれじゃないと思うはい、なんか石井さん何か今あります？そうですね、はい、いや僕も前回ちょっとお店に、はい、遊びに行かせてもらいまして、はいはい、やっぱり僕もハーレーダビッドソンさんのこのブランド力というか、うんうんうん、まあ、大きすぎて、はい、もう敷居がちょっと高いな、うん、でしかも自分が免許持ってないからちょっと行きづらいっていうのが正直あったんですけど、行ってみてイメージはやっぱり変わりました。 ありがとうございます、うん、もう本当にですね、めっちゃかっこいいバイクあるじゃないですか、うんうん、まあ、それもやっぱ感動しましたし、うん、またぜひ遊びに行かせてください。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、では今回のゲストさんは、元ギャルソン沖縄株式会社大坪ギャソンさんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この番組の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、個人中小企業の強みを売り上げに変えるブランドプロデュースの的場クリエイト沖縄の提供でお送りいたしました。的場 TV YouTube チャンネルでは過去の放送分もお楽しみいただけます。チャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いいたします。というわけでまた次回もお会いしましょう。じゃあ行きますよ、はい、せーの、カメラに向かってこれをお願いします。はい、せーの、マットバイバーイ。的場 TV Radio。